親族の方々を止めるならお屋敷の客室で十分だろうに。そうね、こっちのお掃除大変だもんね。でもゲストハウスのお掃除は好き。奥様や他のムカつく使用人もいないから静かでいいもんね。昨夜も入念に点検したじゃないか。姉さんは本当にマメだな。こういう日に限って油断するといたずらされるの。いざって時、大切なものが見つからなかったり、閉めておいたはずのものが開いてたり。姉さんはそそっかしいからね。よく確認しながら仕事をしないからだよ。だから私と一緒に点検してくれてるんだよね。ありがとう。別に感謝されることじゃないよ。姉さんがしっかりしてくれれば僕まで付き合わなくて済む。本当は私と一緒にいたいんだよね。甘えん坊さんなんだから。そんなんじゃないってば。姉さんは最近ジョージ様のことで浮かれてるみたいだからね。ミスが多そうで見てられないだけだよ。カノン君、ちょっとおしゃべりしよっか。ダメだよ、仕事中だよ。私とジョージ様のことばかり茶化して。カノン君とジェシカ様はどうなの？別に何もないよ。そんなことよりちゃんと仕事は。お嬢様に一緒に親族の方々をお迎えに行こうって誘われたのに、どうして断ったの？仕事があるし。嘘。仕事なんか何もないくせに。お嬢様言ってた。文化祭の時のことがあってもやっぱりカノン君が好きだって。僕は家具なのに。そうだね、私も家具だね。なのに姉さんは人間と恋をしてる。できるわけなんてないのに。そうかな、そう決めつけてるから私たちは家具なんじゃないかな。僕はジェシカお嬢様のことを何とも思ってない。お仕えする後宮家のご令嬢だとしか思ってない。本当に？本当さ。何？私ね、ひょっとすると今夜ジョージ様に求婚されるかもしれない。人間と結婚なんかできるつもりなの？できると思う。無理だね。どうして？ジョージ様の描く未来の夢を姉さんは叶えられない。それは僕たちは人間じゃない。それに劣る。かぐ、ジョージ様は姉さんを人間だと思い込んでるだけ。それはそうかもしれないけど、ひ
今日までよく騙し通してこれたものだと思うよ。そうやっていつまでジョージ様を騙し通せるつもりなの。自分が家具であることを未だに話せない姉さんが。家具とか人間とかそんなの関係ない。ジョージ様は私のすべてを受け止めてくれると思うの。それを確かめる勇気もないくせに。私ね、求婚受けてみようと思うの。気にしたらいいよ。姉さんは一度言い出したらどこまでも頑固だから。うん、私の生きたいように生きてみたい。もう家具だからとか人間だからとかそういうのに怯えるのはやめようと思うの。なら僕が言えることなんて何もないよ。やめろと言っても姉さんは聞かない。好きにすればと言えば好きにする。なんで僕にそんな話をするのさ。僕の答えなんて姉さんは何も求めてないじゃないか。私が知りたいのはカノン君のお嬢様への気持ちなの。僕は姉さんたちとは何の関係もないよ。カノン君は本当にお嬢様のことは何とも思っていないの？思ってないって何度も言ってるよ。嘘？どうして嘘だってわかるの？わかるもん、姉さんだもん。わからないよ、僕の気持ちなんて。わかるよ、カノン君のことなら私は何でもわかる。本当に分かってるならどうして聞くんだよ。姉さんはジョージ様のことでもう胸も頭もいっぱいじゃないか。そして僕もそんな一途な姉さんが大好きなんだ。だから僕なりに応援してるんじゃないか。そうでなかったら僕だって、僕だって、僕だってお嬢様を好きになりたかった。そんな言い方じゃダメ。許さない。じゃあどうすればいいんだよ。なんて言えばいいんだよ。好きになりたかったなんて言い方でごまかさないで。カノン君の素直な気持ちをそのまま口にすればいいの。僕には眩しすぎるんだよ、お嬢様が。太陽のようで生き様が眩しすぎて。そんなお嬢様が好きなんだ。そんなお嬢様に手を差し伸べられて共に歩こうと言ってもらえて嬉しかった。うん、嬉しいんだ。好きなんだよね。ああ、好きさ。お嬢様が大好きだ。お嬢様も僕もこの島に閉じ込められて何の希望もなく生きてるのは全く同じだった。なのにお嬢様は
自らの道を自ら照らし、自らの足で運命を切り開くんだ。それが眩しくて、羨ましくて。お嬢様と一緒になら、こんなみすぼらしい自分じゃない、別な本当の自分を見つけられそうな気がして。お嬢様の告白を拒絶して悲しかった。悲しかった。自分につく嘘がこんなにも辛くて悔しくて悲しいなんて知らなかった。そして僕のそんな嘘がお嬢様を傷つけたのがたまらなく許せなかった。そんな自分にもう二度と恋をする資格なんてないと思ってた。あるよ、恋の資格はね、自分だけが与えられるの。家具だからダメとかそんなの関係ない。ダメだって自分で決めたらもうダメなの。決めつけちゃダメだから私は与えたよ、この身の程知らずな家具の身に恋の資格を。だからカノン君にだってあるよ、恋をする資格が。うん、あなたにあげられないなら私があげる。ありがとう、僕はやっと海が見られる気がする。きっとジョージ様は今夜私に求婚すると思う。求婚を私は受けて、この島を出てジョージ様と新しい天地で新しい生活をするつもり。それが姉さんの選んだ道だというなら僕に何も言えるわけがない。この島を出て、そしてこの島へは二度と帰らない。カノン君とはお別れになる。もしカノン君が心の底からお嬢様を愛していて、それが私のジョージさんへの思いと同じかそれ以上だと言えるなら、私はあなたと決着をつけなきゃならない。姉さん。それがお互いのため、カノン君の思いを私を理由に諦めないで。僕のわがままが姉さんの幸せを傷つけるかもしれないのに。私も自覚してるよ、私の幸せがカノン君を傷つけることを。姉さんと一緒で幸せだったよ。私もだよ、君がいてくれたから今日まで頑張れた。だからジョージさんとも出会えた。うん、僕も姉さんが教えてくれたからお嬢様の眩しさに気がつけた。私は自分の思いを曲げない。その気持ちだけを見つめて顔を無視してカノン君の心を踏みにじることから目をそらさない。僕も姉さんを理由に自分の気持ちをもう偽らない。私の恋が実っても君の恋が実っても私たちは互いを祝福しよう。うん、約束する。そして僕が勝ったらお嬢様を愛し、姉さんも大切にする。ありがとう。でも、私が勝ったら、君と島を忘れて、ここを永遠に出ていく。勝ったら、自分の恋に全力を。たとえそれが、報われない恋だと知っていても。うん、私たちは、
だってもう家具じゃない。皆様、ご無沙汰をしております。六軒島へようこそいらっしゃいました。長旅お疲れ様でした。六軒島へようこそ。そうそう、お上手ですよ。バトラ君はゴーダさんもカノン君も初めてだよね。うん、マリアもバトラ初めて。ゴーダさんは凄腕のシェフでいらっしゃるんだぜ。この島に来る唯一の楽しみさ。光栄でございます。バトラ様、どうか滞在中のお食事はご期待いただければ幸いです。そりゃ楽しみだぜ。よろしく。カノン君もお久しぶりね。今日は元気そうね。よかった。そうでしょうか。そうね、顔色が悪くないわ。血色がいいというか、目つきが凛々しくなったというか。成長期なんだろ。そうして少年は大人になっていくんだね。普段のあんたは今にも貧血で倒れちゃいそうな顔ばっかしてるのに、今日は少し違うわ。正気があるんや。男子は3日あれや成長するもんなんやで。カノン君も少しずつたくましくなってるっちゅうことやな。からかわれてないわよ、みんな褒めてるのよ。僕、今日はそんなにも顔色がいいでしょうか。私にもそう見えますよ。何かいいことありました？僕はそんなにも違うんですか？ほら、カノン君ってさ、積極的に挨拶とかする性分じゃないでしょ。だからみんな珍しいと思ったんじゃないかな。先ほどはお嬢様にご同行できなくて申し訳ありませんでした。いいよ、こっちこそ新島まで迎えに行くから付き合ってなんてくだらないことに誘ってごめん。カノン君だって今日の仕事いっぱいあるだろうし。仕事は特にありませんでした。お嬢様が眩しすぎて一緒にいることに耐えられないほど僕が弱かったからです。
何かあったの？カノン君。シャノンが結婚するって。そっか。やっぱりジョージ兄さん、今回でプロポーズするんだね。僕は、姉さんがここを辞めることがあったとき、自分も辞めると決めていました。知ってるよ。じゃあ、カノン君も辞めちゃうの？今は、わからなくなりました。辞めたら、お嬢様という太陽が照らしてくれた何かを、また見失ってしまいそうだから。僕はジェシカお嬢様のことが好きです。私もだよ。あなたの太陽のごとき生き方を僕も一緒に歩んでみたい。あなたとなら家具と蔑んだ自分から決別できるかもしれない気がする。カノン君は家具じゃない。そして使用人になるために生まれてきたのでもない。年頃の男の子としてもっともっと人生を楽しんでいいはずなんだよ。私も眩しいや。カノン君が眩しくて目が見られない。これが偽らざる僕の気持ちです。それを今までごまかしてきてすみませんでした。僕の臆病さがお嬢様を傷つけたあの日をお詫びします。いいよ、その言葉だけで私は嬉しい。だから僕はお嬢様といつまでも一緒にいるために家具をやめようと思います。僕にそのための時間をください。最後にその弱さを許してください。弱さなんてとんでもない。カノン君は見せてくれたよ。今までの自分と決別したいっていうとびきりの勇気を。だから私は応援したいし、急かさずいつまでも待つよ。私が太陽になって君の道を照らせるなら、私だって君という人がいてくれたから誰よりも眩しく輝いて君の瞳に私だけを映したいと思った。君がいなかったら私だって太陽になんてなれなかった。だから待つよ、ずっと。ありがとう、お嬢様。お嬢様はもう嫌だな。名前で呼んでもいいんですか？うん、二人きりの時だけね。じゃないとそのカノン君に迷惑をかけるかもしれないし。そうですね。姉さんたちもそうしてるらしいし。シャノンが婚約するって話にならなかったら、こういうことは言ってくれなかった？だからこそ真剣に考えることができました。そんなこと言っちゃって、シャノンの話を聞いてて恋がしてみたくなっちゃった？はい。素直だな。まあ私もシャノンたちを見てて羨ましいなと思って。
何とお呼びすれば。ジェシカがいいな。呼びつけは照れます。じゃ、さん付けでもいいから。最初は言ってみて。ほらほら、ジェシカさん。うん、今はそれでいい。だから私もカノン君のことを名前で呼びたい。カノンじゃなくて本当の名前があるんでしょ。きっとカノンの「カ」が含まれた名前だと思うな。なんだろう。ヨシアと言います。どういう字？これでヨシアと読みます。ヨシア君か。いい名前だね。私の変な名前と違って素敵だと思うよ。そんなことありません。お嬢様のジェシカって名前だって。あ、それもう一回言って。お嬢様のジェシカって。もう一回。お嬢様のジェシカって名前だって。その何か。なんでもないよ。ありがとう、ヨシア。様は名前を呼んでほしいと。かわいそうな子ね。そなたがベアトに同情するとは思わなかった。このベアトをかつてのベアトと同一人物と呼ぶのは酷な話だわ。これは全くの別人じゃない。かつての好敵士をよみがえらせて、これではバトラも気がめいろうというもの。お兄ちゃんの絶望も少しはわかる。でもこの子の気持ちもわかるの。人は決して誰かの身代わりにはなれない。それがたとえかつての自分であってもね。それでもこのベアトはバトラの役に立ちたいと思っている。けなげな話だ。それがベアトリーチェという魔女の意味なの。
彼女はそうだと自称している。自分はバトラの役に立つために生まれてきたと。お兄ちゃんのために生まれてきたベアトはやがては連続殺人を犯し、お兄ちゃんの永遠の拷問と称しておかしなゲームに引きずり込む。意味わかんないわ。千年を経れば人は別人にもなり得るとそなたも理解しているはず。出てくるけど、魔女の世界ではどうも長い月日を示す別称として使われてる気がするわ。神の世界に近づけば近づくほどに時間の概念は曖昧になる。6年も千年となるし、千年がほんの一眠りにもなる。ほんの2週間の月日でさえも100年の魔女を名乗るにふさわしい永遠となり得るのだ。得いかないわ。その6年間お兄ちゃんは六軒島はおろか後宮家の席から抜けてさえいるのよ。その変化にお兄ちゃんは何の関係もない。全くの逆恨みだわ。おや、こちらにおいででしたか。お紅茶でもお入れしましょうか。熊沢さん、知りたいことがあります。はいはい、何でしょうか。私はベアトリーチェという名前なんですよね。そうですとも。お嬢様はベアトリーチェ様でございますとも。でも、お父様が口にするベアトリーチェという人物は、私のことではありません。それは。お父様は私に、その人であって欲しかったように思います。だから、私がその人にどれほど似ていても、別の人間なので、失望されたのではないでしょうか。そんなことはございませんよ。お嬢様はお嬢様、ベアトリーチェ様ご自身ですとも。新しくお生まれ変わりになるとき、以前の記憶を失ってしまっただけでございますよ。たとえ記憶をなくされようとも、お嬢様はベアトリーチェ様、親方様の愛されるお方と同一人物でございますとも。その記憶というのはどうやれば取り戻すことができますか。それは、取り戻すことができないならせめてお父様の愛したベアトリーチェがどのような人物だったかを教えてください。それならお話はできますけれど。私はお父様のために生まれてきました。だからお父様の望む黄金の魔女ベアトリーチェになりたいんです。ベアトリーチェ様。私に魔法は使えません。でもお父様の望む魔女が使えるならそれを学びましょう。私はお父様の望む魔女になります。それがお父様に産んでもらったことへの私が示せる唯一のご恩返しです。
なげじゃない。千年を間違えなきゃ最高にいい子だわ。魔女のヒナ、なかなか面白きかな。気に入ったぞ、エンジェ。そのヒナの娘に我が諸子を許すがいい。魔女の世界へ帰る扉を開いてやるがよかろうぞ。彼女自身にかつての彼女の物語を朗読させようというわけね。なるほど、私も知りたいわ。黄金の魔女ベアトリーチェを作る物語。いいでしょう。あなたが望むならば扉を再び開きましょう。熊沢さん。あなたの進むべき道はあなたが決めなさい。それはおそらくバラの道。美しく咲き誇ったバラがあなたを祝福するかもしれないし、そのトゲであなたを苛むかもしれない。しかしそれでもあなたがいつか辿った道、その結果同じ千年を経てもいい、異なる千年を経てもいい、望むなら道を引き返してもいい。進みます。私はこの庭で千年お茶を飲んでいるだけで過ごしたくないんです。お父様のためにこのベアトリーチは生まれてきました。だからお父様のために生きようと思います。教えてください、黄金の魔女。拝謁、至極光栄に存じます。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女、フェザリーヌ・アウグストゥス・アウローラ卿。表を上げよ、人の子よ。その娘にしばしの間我が諸子を自由に閲覧する資格を与えようぞ。我が巫女エンジェ、その方に世話を命ず。はいはい、お任せを、我が主。素直にそなたの物語が見たいと言えばいいの。感激の魔女の巫女よ、ベアトリーチェをお預けします。よろしくお願いします。あんたのなろうとしているベアトリーチェは彼女なりに何かを苦しんでいたわ。少なくとも今のあなたはその何かから解き放たれている。自らその枷を取り戻すために旅に出るの。はい、私は黄金の魔女になりたいんです。それが私の生まれてきた理由です。彼女の煉獄を巡る旅が快適であるよう、そして保護が与えられるよう、無限と有限の魔女プブリウス・ワルギリア・マロの名において要請します。感激の魔女の巫女にして、無限の魔女半言の魔女見習い、エンジェ・ベアトリーチェの名において了承する者ナリアと奉ったり踏んだり蹴ったり。あなたもベアトリーチェという名を？ええ、あなたのことはよく知ってるわ。教えてください、私がどんな私だったのか。ええ、
だから教えて。あなたがどうしてあなたになったのか。この書庫にはこれまでのそなたのゲームの物語のかけらがすべて書物として収められている。それを読むことでそなたはこれまで何があったかのすべてを知ることができるだろう。それを読めば私は黄金の魔女になれますか？黄金の魔女を継承するには黄金の碑文を解かねばならぬ。そしてその試練はたとえベアトリーチェ本人だとしても免れることは許されぬ。頑張ります。ですから私に書庫の本を読ませてください。本当にけなげだわ。わざわざあんなのに何で戻りたがるんだか。その私がどんな自分だかは知りません。でもその自分がお父様のお役に立てるなら私はそれになりたいです。読めばそなたはかつてのベアトリーチェがどのような人物だったかを知るだろう。しかしそこから何を得られるかはそなたが決めるがいい。書庫にとどまるも自由、立ち去るも自由、再び戻ることさえも自由だ。その対価として私はそなたを感激する。感激とは？要するに好きにしていいって意味よ。ありがとうございます。青草、フェザリーヌって呼ぶと喜ぶわよ。ありがとうございます。フェザリーヌ様。Thank you.
つも変わらぬ嵐での艦隊、実にグッドです。さあ楽しませてもらいますよ、バトラさん。